はい、高田の千本桜にやってきました。七分咲きですね。もう今日は気温が高いんでね、満開。もう満開になったので来たんですけどね、まだでした。おお、今森川さんやっとるわ。はいはい、はい、さっき寄ってきたんだけどね。はい、県大高崎のね、はいはい、ありがとうございます。ウェブでずっとね、急速に見えるね。合ってるかな。僕が見てたところは、2回表、天理がね、2対0で県大高崎。これ向こうから分からんやろな、どうやろ。よ、なんか気にくいね、これ、山本さん。はい。あそこは山本さんでございます。わからんな、どこかおるかね。森川さんだから。はい。ちょっとわからん。はい。はいはい。とりあえず歩いてみましょう。この辺からね、やっぱりまだまだ、まだまだでございます。ここから見えやろな。あのビルがね、あのビルの中にはい。とこでやるね。こっちは見てないやろ。ほら、これちょうどこっち今おんねんけど、ここや、ここ、ここ。山田さんに、ほら。ごめんなさい。いつもね、聞いてるよ。ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう。ちょうど僕の本会を買って。すまんな。まだまだございますね。もう2、30日には満開になるかね、これ。はい、ありがとうございます。これちょっともう傷んどんねんけどね。あのね、木がね、大体5、6年経ってんのやろな。やっぱり勢いがね、20年前はすごかったんだけどね、これ、勢いが。ああ。はい、ここがこれ。逆の立場に立つとね、なんかいきなり同姓同名のやつが、こう、友達に申請してきたの。これすごい、まだ多いの、すごいよね。はい。はい、ありがとうございます。この下にはね、鯉がいっぱいおるんだけどね、鯉が。鯉も見てみましょうか、鯉も。池の鯉もおりますけどね。はいはいはい、ちょっと。鯉がおるということを聞いてるんだけど、どう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 、行ってみましょうか、行ってみましょうか。この後、FM 大和のジムをやってくださってる方がいるんで、なんかお渡ししたら送ってもらえるかなと思ったら、切手をポンって渡していただいて、で、その瞬間にね、切手やからこう舐めて貼らなあかんかなと思って、ちょっとマスクをね、プラスアウトしたんですけど、なんか違うんですよ、ね、これ大きいわ。なんかシールになってるんですよ、ね、その切手。なんかいろんなね、動物の切手になってるんですけど、シールの切手。いや、おたくらの人、何もないですよ、今日。コロナ禍なんで、パン持ってくればよかったね、コーテムやの。ごめん、なんもないわ。ごめん。考えられてんのかな。ごめんやで。すごいなと思ったんですけど、はい、よくよくね、ネットで調べてみたら、はい、これ川底からね、ちょっとおお、いやー、跳ねとる後ろで鯉が、はい、これがね、今七分咲きですね。今日はね、もう8日目かな、開花してから。ちょっと遅いんですよ。去年なんか3日4日でもう満開になりましたからね。ちょっと遅うございますけどね。いやー、鯉もいっぱいおりませんやけどね。おお、おら、おら、おぎ。いいよ。お、これ、あ、これ、これちゃうわ。ごめん。こんな大きかったらいかんな、これかな。はい。この勢いです、これが。わかるかな、この勢いがわかりますよ、これ。これ、若い木はこんなんですよ。で、これがね、ちょっとね、今の木は、50年、60年だった木はね、どういったらいいかな。どういったらいいんだろう。
なんか勢いがやっぱ違いますね、花の勢いが。これだいぶもう満開過ぎてるんで。どういったらええ、これわかる？これで見てもわからんか。わからんな。なんか違うんですよ。はい。なんか違うんだけどね。それはちょっとわからん。これずっと歩いてどこまで行きましょうか。そこは高田川だろ。高田橋か。まあ高田橋でいいか今日は。ちょっとわかるかな。ほんま違うんですって。それはね、子供が坂に打たれたけど全然あかんと言って。ああ。まあそれでもね、綺麗は綺麗だけど。これを何年かかけて本当はね、若木に切り替えないかんだけどね、もう時間の問題でね、枯れちゃうような木もあるんですよ、これ。ああ、これ切ってあんねんな、これ。はい。こんなだいぶ古いの、この木がね。もうちょっと歩いてみる？向こうまで。アフタヌーンワイド山とパーソナリティは、ね、僕は深夜で、FM 山と本社スタジオ山の高田市。